27日、フジテレビ系人気芸能人にいたずら仰天ハプニング150連発に出演した藤田ニコルの行動が反響を呼んだ。番組内では変なファンが無理なお願いをしてきたらどうするかという検証で、藤田の元へファンを名乗る女性が TikTok を一緒に撮ってくださいと動画の撮影を頼みに行くドッキリが行われた。藤田は写真とかそういうのイベントでしか撮ってなくて、お金払って来てくれてるファンの子とかいるから動画が流れたらすごい嫉妬されちゃうと思うとファンを気遣う様子を見せた。その後も女性にイベント来てやろう、写真撮れるイベントとかあるからと説得をし続け、5分以上頼み込まれても命かけてもできないと断り、最後には女性と抱き合い、ありがとう、また声かけてねと優しく見送った。この対応にネットでは、ニコルン優しいな、ニコルンがもっと大好きになった、ニコルンがさらに好きになった、好きすぎた、本当にいい人すぎて大好き、もう好き、株爆上がり、しっかりしてるなぁなどの藤田の行動を絶賛する意見が寄せられた。そんな藤田は以前幼少期に住んでいた家について話したことがあった。家賃が死ぬほど安くてと激安アパートだったと振り返り、上野キザ橋に住む同級生に、何があったの、私が住む前って言ったら、お風呂場でお酒に酔っ払っちゃって、女の人一人暮らしで死んじゃったんだよって言われて。だからその後に住んじゃったっぽくてと、事故物件であることが発覚したと語っていた。